晩はちょっとだけ暑さが収まってきましたね。最近はタコばっかり釣ってます。トータル4600時間頑張ってくれたゴールドシップ号の船外機は乗せ替えのためしばらくドック入りです。今回は旬のタコ料理動画をどうぞ。本日はね、トマトソースと、出来合いのトマトソースですね。簡単にこれをパスタにする。で、あと夏野菜をいっぱい買ってきたんで、これらをね、安いです。130円。180円。この150円ぐらいか。これらを使って、まあなくてもいいです。別に。まあ言うたら、玉ねぎと、ニンニクと、タコだけ。これだけで、このトマトソース、これだけでできます。本当なら。ただ具材が欲しいので、今日は野菜をたくさん入れます。じゃあやってみます。まずはニンニクですね。はい、これをね、みじん切りで適当にね。適当です。多分トマトソースの中にも、ニンニク入ってると思うんで、なかったら別にいいかな。はい、もうこんなんでいいです。じゃあバランで入れておきます。てかのちめ、玉ねぎね、入れます。で、1本入れますね。で、1本だけ入れますね、横に。こっちもね、したらもう水切りになりますよね。入れます。で、火をつけて色が変わるまで。よし。で、この間にいいのは、このは、こう、あれだ、こうやって、こういける、この風になる、回る、こういう風になる、向かい側がね、みじん切りする要領で、こうやってやってって切れてません、下を待って。これを、こうやって切れば煮込むときに青くなるのが早いですね。これをやることで染み込みやすく早く青くなるので、タコは使いやすいかな。ミキサーでもいいね。うちはほんまミキサーでやるんで、こうやって使うんじゃなくて、もうみじん切りフードプロセッサーで混ぜてもいいし、ミンチにしてもいいし、贅沢じゃん、これマジね。貝弱かったら、タコなんて食べたことないというか、ニンニクの色が変わってきましたね。そしたら、玉ねぎの投入です。玉ねぎを入れてください。表面になったらタコ入れますね。これがパスタ用のお水ですね。タコがこういう風に味が染み込みやすくなって、やおくなるんだな。タッチ包丁を入れてくださいね。めっちゃいい肉じゃん、タコ。ある程度火が入ったら、隠しに白ワインね、ちょっとだけ、このなかったら日本酒ね。ここに買ってきた出来合いのソース、
400g、 アラビアータでちょっと辛いやつですね。これを全部トマト入れます。でもったいないけ、これをいいですか、ちょっと水入れますね。水入れて入れますね。でこれも一緒に入れます。でほらでロール入れね、こういうのね、通な人はねこのね、一回ね、パスで残ってちょっと炙ります。だからね、ちょっと悪い方の匂いがしますね。ぜひやってみてください。そっちの方がね、匂いがね、出るの、パッとね。これで10分ぐらい煮込んで、あ、もうソース出来上がりですね。ひたすら万願寺です、ま、甘長唐辛子、これ辛くないですね、夏なんでね、ちょっとこれぐらい入れるか。パプリカを1個と、あ、パプリカね、500g、 モンテブスターのイタリアの。このショートパスタはね、想像以上にね膨れますんでね、なんか測りながらね入れようと思います。長いパスタはね、これサイズで大体これぐらいあったらあれぐらいとか、シーフンね、これだったら大体 100g が1食分なんで、まあちょっと入れてみます。サイズなんで200g だったら、あ、ちょっと入れすぎたな、あ、ほらすごいですね、220g、 多分これで足りると思います、サイズだったら。でも今日はお腹空いてるな、あと 10g でしょ。この炒めたのをそのまま塩も胡椒もせずにこのままドバッと、美味しそうですね、もう美味しそうですね、これどうですか、この夏野菜のパスタ、夏野菜とタコのパスタ、これはね、ちょっと別にしといてね、明日お昼ご飯食べるそうなんで1人前取っておきますね。で、この間にもうローリエを取っておきます。で、ここからちょっと煮込ませてみましょう。結構ありますね、吸わせるイメージ。特にショートパスタの中に入れるイメージ、特にこのとろみと、ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。